久保さん。こう、山本太郎さんネーミング日本一使うことになりそうですね <laughs>。これ9時間前のもう1000回ぐらい回ってますよ。山本太郎さんが学んだことを1000回。すごい。今回ね、山本太郎さん <laughs>。うずっとやめて <laughs>。あの、ん、山本太郎さんが人気な理由とかにしてみましょうか。僕、山本太郎さんが人気な理由ってこれしかないと思うんですよ。 まあこれしかないというか、僕はすみません、YouTube で山本太郎さん、直接、その、講演を聞いたことはないんですけど、山本太郎さんの、なんで見,見ちゃうのかっていうと、ヤジがいるんですよ。いろんなやジがいるんですよ。いろんなアンチがいるんですよ。山本太郎さんに対してね。でそもそも、お前、芸能人、なんか、な、芸能人というかね、そもそもそういうのやってた畑違いのやつじゃないかっていう人もいたりとか、いろいろあるわけですよ。 で、それで、結局 YouTube 上で、それのやり取りが一番バズってるし、それが一番見られるんですよ。で、それがやっぱ面白いんですよね。山本太郎さんの、それに、それが、その返しがね、非常に、あの、共感を得るというかね。逆を言うと、山本太郎さんにヤジがなければ、多分山本太郎さんって人気にならないと思うんですよ。ヤジがなければ。 だから、ぶっちゃけ山本太郎さんを人気にしてる人たちって何なのかっていうと、めちゃめちゃヤジ言う人たちなんですよ。もちろん山本太郎さんの返しもうまいですよ。うまいし、丁寧に対応するので、それもいいんだけども、その、ヤジがあるからなんですよね。だ僕はこの、アンパンマン理論って呼んでるんですけど、アンパンマンが、物語として成り立つ理由って、バイキンマンがいるからなんですよね。バイキンマンが悪さするから、アンパンマンっていう物語が成り立っている。アンパンマンが、 ジャム、ジャムおじさんの工場から出て、じゃあ、パトロールしてきますって言って、えー、今日も平和でした。パトロールしてきます。今日も平和でした。パトロールしてきます。平和でした。で、ジャムおじさんが言うわけですよ。アンパンマン、一週間平和だったけど、いいね、平和で。そうだね、ジャムおじさん、平和っていいねっていう、ずっと30分、20分、パトロールして、こんにちは、おはよう。あ、アンパンマン、今日も平和です、みたいな。 多分視聴率取れないっすね <laughs>。ずっと事件ないみたいなね <laughs> で。あそこにバイキンマンがいて悪さするから物語になるわけですよね。だから山本太郎さんの物語を作っているのは実はアンチテーゼの人たちってことですね。だアンチテーゼの人が山本太郎さんを押し上げてると。少なくても僕が見る動画はそっちの動画が一番やっぱ多いですし、面白いし、再生数が上がってるんでやっぱ出てくるし。うーん だからそこの仕組み構造を知らないでしょうねアンチの人は自分が山本太郎山本太郎さんが嫌いなんだけど自分が山本太郎さんの人気を上げてるみたいなね実は山本太郎さんを倒しにね倒しに行ってるんだけどその倒しているあなたが山本太郎を押し上げてるっていうねすいません僕はマーケティングビジネス観点でちょっと見れちゃうので もう本当僕はそう思いますけどねうん。はい、いってらっしゃい。